それではね、また始めてまいりたいと思います。すみません。今、準備できましたんでね。ということで、今年のね、スピーチャーシーンを振り返るということで、本当は今日、ブチさんの、ね、日なんですけど、今日お休み、年末ですんでね、お休みだということで、今、2010年の12月29日でございますけどね。今年も毎日のスピーチャーシーンを振り返ってですね、まあ、スピーチャーテレビ、ないし私を振り返ってですね、ちょっと行こうかなと思いますけどね。まあ、全部は全部こう、持ってるわけじゃないけどね。スカイプはダメよと。ということでね、始めてまいりたいと思いますけどね。まあ、どこ、今、さっきね、なんかさ、僕が騒いでたのはね、なんか、あれ、アマゾンからなんか届いてなかった。俺なんか買ったかなと思って、見たらギフトって書いてあって、あ、ギフトなんだと思って、見たらね、妖怪メダルが3つ入っててね、あ、妖怪メダル入ってると思って、びっくりしてね、おーっつって、これ高かったでしょ？ そうなんです。高かっただろうなと思っております。ありがとうございます。これ3つでもね、これ結構1000円してないか、1000円ぐらいしたんじゃないかな、ちょっとわかんないんだけど。なんかすごい、ありがとうございます。これ、ね、これ妖怪、今流行って、なかなか手に入らない妖怪メダルをですね、3パックも Amazon 経由で送っていただきまして、ありがとうございます。まあ、そういうような状態ですけどね。まあ、今日もまた お蕎麦とか届いて、届きました。ありがとうございます。お蕎麦ね、家族がね、喜んで食べさせていただきます。あれ、本当にありがとうございますね。今年もいろいろありますが、あと、まあ、ね、今年、本当に、まあ、振り返るとね、まあ、いろんなことあるんですけど、どれから行くかいっていう、まあね、番組的に言うとね、まあ、だんだんちょっとこう、ちょっと私のとこ見てますね。私のフェイスブック見てますかね。私のフェイスブックと、あとスピーチャーテレビのフェイスブックっていうの、フェイスブックがあって、ちょっと両方あるんですけどね、ちょっと私のとこ先やっちゃうか。ちょっとね、振り返りみたいな感じ、ちょっとやってみますよ。出せるかね、ちょっと待ってね。多分出せる。ちょっと待ってね。よいしょ、トランス、ピコン。これで、ここにね、ピコン、ピコン。ここでいいかな。ちょっと落ちすぎて。あ、こっちじゃないの。こっちどうしようかな。あれ？なんか間違ってる。あ、間違ってる。全く間違ってますね。こっち行けってことか。こっち行けってことね。よいしょ。じゃあ、ここへですね、ちょっと、Facebook のね、方からね、こういうふうに、ちょっとこう、入れましてですね。これいけるかな？ポン。これ長めにやっとく手もあるかな？こういう手もありますね。こんな感じで、ちょっと今年ね、Facebook 始めたんですけどね、これはだんだんちょっともう遡っていってみたいと思いますね。遡るじゃない、またこう、次に行ってみたいと思いますね。なんか、まあ、戦争放棄というところ、なんか、ね、憲法改正とかあったんで、そのね、主婦の方がね、戦争、その9条ノーベル賞に、なんだっけ、こう、推薦しましょうみたいな流れがあって、それをの、キャンペーンに OK したんで、これが流れておりますけどね。なんかこう出てますね。これなんだろう。ああ、おし、うんうんうん。あ、おしょうタロットね、話と、おしょの話したのね、1年前にね。まあ、こういうのとかちょっとありますね。お、パンパンいっちゃうな。あ、これはね、あれですよ。あ、すみません。これね、あれです。シーターヒーリングの国際ミーティングっていうのがあったんですね。1月でしょうかね。この時もいっぱいお医者さん来てて、すごかったですね。もう、この、なんていうのかな。もう、そういう時代ですよね、本当にね。まあ、そういうのを感じさせる感じになってますよね。まあ、今までで、ね、こういったものとかもスピーチャーなものっていうのが、
医療だとかね、そういうところ実はこうあんまり出てこなかったんですけど、今もう医療どんどん今スピーチ入ってきてますんでね。そうですね、実はあの健康の定義っていうのがね、あの WHO だとね、あの肉体的にも精神的にも社会的にも健康であることっていうのがありますよね。肉体的は分かりますよね、もうここ病気があるとかないとかそういうことですよね。で精神的にも分かりますよね、まあこうノイローゼになってたりとか心が病んでいたらダメですよね。であとその社会的にも、例えばちゃんと仕事があるだとか、ね、あのその職場で幸せにこう仕事してるかとかね、幸せにその社会的に生きてるかとかね、そういうところですよね。であともう一つね、健康的追加しようって、あれですよね、一生懸命 WHO さんがやってた、まあやってたのがあったんですけど、やってたのが、こうスピリチュアルな健康、スピリチュアルの健康をね、そこに足そうっていう話があったんですよ、10年ぐらい前にね。でスピリチュアルの健康って何なのかっていうねとかありますけど、例えばね、まあ、毎日死の恐怖に怯えてるとかね、うん、そういうところがあったりとか、まあ、いろんなこう、ね、まあ、なんて言いますかね、スピリチュアリティ的な恐怖、まあ、っていうのは、まあ、いろいろありますけど、まあ、心の中でね、すごく、まあ、やっぱり気持ちよく暮らしていくために、どういうふうな考え方を持つといいかとかね、そういうところがありますよね。あとこの世界、この宇宙とかそういうものとの付き合い方ですね、神とか自然だとかそういったところの、健康さっていうのがねあるというふうにある言ってたんですね。言ってたので国連で追加しようって話だったんだけど、日本は反対票を投じたのかなって聞いてますけど、あのね、却下されちゃったっていう話ですね、はい、世界的には ね、うん、ね、そういうところです。まあ宗教をよくやってらっしゃるイスラム国とかね、そういうところで入れたんじゃ、イスラム関係の人たちかとかね、そういうインドとかそういうところ入れたんじゃないかなと思われるんですけどね。まあちょっとどういう冊か全部は分かんないんですけどね。まあだからスピーチャー的な健康っていうのもやっぱりあるっていうところがありますよね。うん。はい。まあこう、もうちょっとじゃあね、振り、行ってみますね。次、何かあるかな。あ、パンダちゃんね。ああ、これシャンティさんね、今年はね、シャンティさんがやっぱすごくこうテレビにね出演したって流れがあって、そこからまたね、あのすごく面白かったですね。でいろんな出会いができて、和歌山のね、あのサイガさんとかね、そのとかいろんなこうできて、そのチーさんのあの熊野のね、あのツアーにつながっていくんですけどあそこ辺がねすごいやっぱり流れですよね。まあ、熊野ツアーね、新春特別企画でですね、最終版、後編をですね、お送りしようと思ってますので、ちょっとまた見ていただければと思いますけどね。はい。これは近くの、桶川の方のなんか古民家みたいなところで、蕎麦を一緒に食べに行ったやつですね。はい。今ね、岐阜にいるんじゃないかな、まだ。結構岐阜に拠点移しちゃうのかな、ね、半分ぐらい移すって話もあったんですけどね。はい。ああ、これシャンジさんとね、これ放送したやつですね。はいはいはい。どうかな、パチ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 、はいはい、あ、フェイスブックムービー、あ、これなのね、はいはいはい、うん、わかりました。まあこうありますね、よいしょ。あ、でね、その間ね、あ、これ多いな、うん、アクリストアカレルさんね、うん、あ、これね、山形行きましたね、私ね。これ、あ、俺じゃないね、これ。山形、まあ、いろんなこう経験しました。山形、美味しいんだよね、食べ物がね。うん、本当にね、山形よかった。また行きて、5月行きたいと思ったけど、空気神社とかありましたけど、行きたかったんですけど、ちょっと行けてなくてすみません。もう、まあ、やっぱ今年春、やっぱりね、明けたらまた行こうかなと思って、片道1万ぐらいで行ける。と思うんでね、ちょっと皆さんよかったらね、温泉行ってとかね、ご興味ある方一緒に行こうかなと思うんですけどね。はい、いいとこでした。はい、山形名産つや姫というお米 100% のおむすびでございますね。はいお、これひなこちゃんのかな、あ、これ岩崎ね、やすこ先生、インタビューですね。はいはい、
これ山内輝夫さんとのね、なんか景気対談、違う景気対談じゃない、浜松駅でちょっと話してお話したんですけどね、山内さんにもいっぱい活躍いただきましたね。まあ、最初の方にね、向井朗氏との対談が入ってると思いますよ、スピーチャーテレビのね。本当にありがたいですね。はい、ああいましたよね、これですね、これ対談ありまして、まあティティがピコってこうね、ニコッとしてますけどね。はい、ということでございます。はい、これなんだ、あ、ビューポイントね、これもすごいイベントでね、4月、これちょっと大丈夫かな、4月のね、13日かな、カレルさんと、あとね、あれ、イルカちゃんだっけ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、カレルさんと、あ、そうそう、酒井さん、酒井ご夫妻ですよね。あと、ジェフリー・アレンさんね。この3名がですね、そう、3名の、3社の視点からですね、こう、やったイベントでしたね。これ非常に良かったですよ、これも本当にね。そういうのがありましたね。はい。あ、井上朗氏出てきましたね。そうそう。これ井上朗氏出てきてですね、まあ、お話ありました。まあ、どんどん今年は悟り系の話ばっかりやってましたね、本当にね。この悟りの一年と言っても過言じゃないぐらい悟りだったですね、今年はね。まあ、どんどんそれで深くなってきましたけどね。これで、あ、これなんだろう。あ、これはあれだ、あんこちゃんのね、そうだ、奈良でね、イベントあったんですよ。ね、幸せの宝箱ね。はい、その時の模様ですね。沖縄の人たちがちょっと出てますけどね。はい。これイベントのね、その、ちょっと前日の、やつですね。はい。はい。あ、そんなく。あ、これね、その、話題の井上朗氏、キティ朗氏のやつですね。はい。キティの、井上朗氏はキティのサンダルを履いていたっていうね。はい。すいません。これちょっと、可愛かったんで撮っちゃいましたけどね。まあ、そんな感じがあったりとかね。ちょっと戻して、はい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 。ね。それで、あ、これ、ね、鞍馬山ですね。行きましたよ。楽しかったね。これも、すごい。ね、ちょうど、桜が咲く季節にね、永山電車乗りまして行きましたね。いいですね。これもね、もう一年、なんかすごい色の方でね、これ、あ、これ上、山頂が途中でですね、集合写真撮りましたね。佐々木恵美子さんなんかもいらっしゃるし、あんこさんなんかもいらっしゃって、ね、はい。関西もいろいろこう盛り上がってきておりますけどね。お、これ何かな？よっ、あ、これ、あ、同じで、酒井さんですね。また同じの入ってますね。はい。あ、で、アルーナバイヤーさんね。こちらの人もね、こちらの方もね、悟りのサットさんというのをずっとやられていて、悟りをサポートを、ね、されてるということですよね。まあ、主にはね、東京なんですけどね。はい。ということで、インタビューさせていただきました。本当にありがとうございます。いや、すごいいろいろやったね、本当に今年はね。はい、本当に皆さんにもお世話になっております。はい。これで、はい、ああ、これ、天国さんね。天国さん最初の、ね、伊藤天国さんの出演でしたね。はい。これで会ってね、だんだんこう、流れがいってね、すごいですね。もうこれ、Facebook 書き込み多いかな。ちょ、ガンってこう出さないと、ね。はい、ああ、はい、爽やかな原骨ハンバーグ行ったね。はい、ありがとうございます。はい、美味しかったです、ここ。なんか、こう、静岡のね、この、爽やか？言ってくださいよ。原稿サバうまいですよ、もう。ほい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 。この後か。ね。あ、これ浜松で餃子ですよ、もう。美味しいですね。羽根付き。まあ、羽根付きでもないんだけど、まあ、ちょっと、ね、すごく綺麗な、ね、感じでね、美味しいですね。はい。これね、はい、こうスピーチャーカフェで下野さんとシャンディさんということでね、やりましたね。はいはい。あ、これだこれ、ね、5月28日ですね。はい。あ、こんな感じですね、ね。はいはい。で、だんだん行くと、ああ、これは天然かき氷、いろいろ、これ天然かき氷屋さんが谷中銀座にあるんです。そこで食べた列ができてて並んでる模様ですね。向こうの列にこっちの列がくっつくっていう、
ね、あのパターンですね。こうちょっと向こうから短いんですけど、それからこっちのまた列のくっついて、ここからだんだん一人一人と向こう列にこう移動していくというパターンですね。ああ、はい、こう可愛いなってこうですね、こういう風にすると可愛いですよね。はい、サイマーさんの時ですね。サイマーさん5月ですね。そっかそっか。まああと、あ、そっか、これありましたね。ちょっとエコビレッジってちょっとね、いろいろこう問題なとこがありましてね、週刊なんで週刊、文春、文春だっけ、どっちだっけ、新潮だっけ、どっちだっけ、忘れたけど、どっちかですごく書かれちゃってますね。はい、問題がね。はい、まあこれは興味ある方は6月4日のとこなんで見てください、私のフェイスブックのね。はい、あ、これはね、韓国のですね、マッサゲウツさんのね、グループで、300人ぐらい行って合宿やってたやつですね。悟り合宿ですね。はい、これもなかなかすごいですよね。本当に300人が集まっちゃうとね。で、あのね、このキャンドルライトさんまた今すごくてね、またなんていうかな、なんていうかね、もうみんなが意識上がっちゃったんでね、一緒にいるとね、またね、一緒にいると能力がパーッと上がるのよ。またなんかこう、なんていうのかね、その人間パワースポットみたいな人たちだらけになっちゃったから、そういう人たちが集まると、そのパワースポットが掛け算効果、まあテレビで時々言ってる時あるんですけど、掛け算効エネルギースポットの掛け算効果が起こって、非常にそこにいる人たちがまたエネルギーがダガーッと上がってね、意識がダーッと開いちゃうんですよ。でこの前も私ちょっと六本木でね、飲み会って行ったらさ、またガーッと開いてさ、これねって思ってたんですよ。これからちょっとすごいんですよね。すごいなって思ってますわ、そこ。ね、まあ、そういうところなんです。全く、あ、全くっていうか、本当にすごいさ、そこ、本当に今。そういう状態になっちゃってます。だから、なんかね、やっぱり、まあ、いい人と会うっていうのはね、よく船井さんがね、いい人と会いなさいなんて話ありましたけど、その通りでもう、ね、その人のやっぱり力を引き出しますよね、人といっぱい会ってるとね。ポン。あー、船井幸雄さんが、6月、あー、これ、そっかそっか、ね、亡くなられてね、そうそう、ちょっと東京オリンピックやんない方がいいっていうとか、いろいろこう、まあ、よく書いてますね。まあ、そういうのもありますけどね。あと、あ、これね、韓国のね、そのキャンドルライトのね、あ、センター長さんにね、あ、ごめんなさい、ちょっとどこ行っちゃった、待って、これね、韓国行ったらここ行かなきゃダメ。ここすっごくこのピザ美味しかった。ソウルで一番うまいピザやっていうことを言ったんですよ。めっちゃくちゃうまかった、ここ。これね、多分日本だとやっぱすごい美味しいとこあると思うんですけど、でも韓国でって言ってやっぱ美味しかったですね。ここすごかった。やっぱりね、そういうのありますよね。まあ、すごい人です、並んでますここね、いつもね。まあ、下のね、青糸さんじゃない、小田原敦弘さんね、青糸さんってね、名前ありますけど、ニクレームですね。あの、いらっしゃって、こう、今、たたずんでおりますけどね、一緒に行きましたんでね。いやー、もう、ここはうまかった。ちょっとこれ、ハニー系のやつかな。美味しかったね、ここね。でね、次、ポン。あ、これ、そう、ソウルのホテルの下にこういうのあってね。これ、俺、なんか最初知らなかった。マジンガー Z なのかな、ガンダムなのかなとかって思ってたらね、テコン V っていう。テコン V っていう、韓国のアニメのキャラクターらしいんですよ。でもこれさ、あの、昔のほら、中国のやつだけどさ、相当これ結構昔なんですよ。20年前かな、わかんないけど、20年ぐらい前かな、ぐらいヒットしたやつで、で、韓国の少年少女だとこう、その方はね、結構人気だったっぽいんですけど、これ実はマジンガー Z とパクリ、マジンガー Z とかのパクリなんですよ。で、これはちょっと、ね、でもこういうのがあるってことは、アートであるっていうのはね、まあ、すごく人気があったんだなっていうのはちょっと思いますね。はい。お、あ、これはね、違うな。これはなんか、これはどっかの引用ね。あ、これスピーチャルカフェね。こう、シャンチさんね、ここいいとこなんで、6月か、6月25日ね、これね。
ここネイっていう埼玉県の喫茶店、森の中に喫茶店がある。しかもここ稲町っていうからね、大宮からそんなに遠くないとこなんですよ。でここんなとこあるのっていう。これでもね、これいつまで持つかって俺わかんないんだよね。 なぜかっていうと、ここやっぱ個人の自宅がもう失踪したところで、そこでやってるとこなんで、これ例えばどなたかが亡くなりになられて相続とかになったら、これはずっと続くかわかんないですよ。本当にここ贅沢な空間ですよ。ここすごい。あとはそのね、そのテントさんがめちゃくちゃこうアーティカルな方で、すごいいいですよね。はい、ということで、ガンガン私ちょっと今あの、ね、読んじゃ、私のフェイスブックばっかり読んじゃってますけど、ちょっと皆さんの反応もちょっと見てみましょうね。よいしょ、ちょっとこちらも、どうなってるかな。よいしょ、チャットも読みながらいかないといかんよね。ちょっと待って、読みながらいけるかな。いけそう。はい、はい、おかみさん、今日まとめの、ね、まとめがね、普通とちょっといつもと違いますね。はい、セントさん、にゃん、セントにゃんさん、こんばんは。今日もにゃんつけんの、にゃんつけてるね。そう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 。ファブレさん、地球ヒロさんがキャンドライト大会されたのですが、何か原因だったんでしょうか。原因っていうかね、俺そういうコメントしない。ただ本人がだってやめたいって言うからやめるって言うんだよ、しょうがないもん。でさ、地球さん、まあ、地球さん辞めたらさ、その後また活性化しちゃってさ、って話になっちゃってさ、いや、今すごいんですよ。キャンドルさんは。また、ちょっと、また第二の状態になっちゃってて、ね。そういうとこがありますね。はい。ね。まあそういう感じですね。マコリさん、山川さんは松竹さんと全然話が合わなかったって言ってましたが、なんか合わなかったみたいですね。山川さんたちの世代は能力者でおかしい人たちをたくさん見ているから、その生で警戒しちゃうのかな。それ全然違うと。それ映像うちの撮ってあるからそれ見てください。噛み合ってないわけではないんだけど、やっぱり山川さんが今ちょっと見てらっしゃるところと、その真っ先さんが見てるとこちょっと違うなっていうのは感じましたね。だって山川さんがその結構今山川さんとか、僕も結構あれなんだけど、秘密保護法とか反対とかちょっと言ってたからさ、危ないからっつって言ってたんだけどさ、山川さんとか僕もそうなんだけど、だけど真っ先さんに政治の話聞いたら政治全く興味ないんだよね、山川さん。山下ゲイツさんがね、だから全然そこら辺噛み合わないよね。それは噛み合わないですよ。まあ、そういうとこありますね。だから、まあ確かにね、その時ね、まあ、キャンドルライトさんの流れとして、インカっていうのが、ね、悟るみたいな流れがあって、で、それ取っちゃった後ね、ちょっと、なんか、宙ぶらりみたいな状態になっちゃった人が結構いて、だけど、まあ、スケートさんはね、ちゃんと自覚を続けてきなさいって言ってたんですよ。そういう流れがあったんですけど、まあ、それでやってれば、でも、それでも飽きちゃうっていうかね、飽きちゃうのかわかんないけど、その人にいろいろ事情があるんですよね。だから、それで辞めちゃう方いらっしゃったんですけど、まあ、ちょっとすごく、もったいないなっていう、だからよかったら戻ってきた方がいいよって言ってるんだけども、すごくもったいない、今すごくもったいない状態になっちゃってるんですよね。だから、本当にもったいないんですよ。だから、こう、すごい先生がいっぱいそこに今所属してるから、そこって先生クラスの人がいっぱいいるから、そこでね、さっき言った通り、集まると、とか人間パワースポット状態になってるから、集まるだけですっごいエネルギー動くんですよ。そういう状態になってるんでね、そこもったいないよ、ほんと。だから、
この前、まあ、先日も六本木行ってきたんだけどさ、あの、まだ Facebook で流してないんだけどさ、ちょっと加工して出そうかなと思ってたんだけどさ、ね、その時でもさ、いるだけで楽しいんだよね、エネルギー動くからね。そういう状態ですよ。あと、まあ今日スピーチャーテレビのね、忘年会昨日ありましたけど、それもやっぱり意識高い人多いからさ、全く いるだけで気持ちいいんだよね。そんな感じ。だからね、だからこう、ちょっと、もう昔のレベルと違うよね、全然こうね。もう、ほんと意識がすごい、もうなんとか、綺麗だしね、みんなね。いて、一緒にいて気持ちいいですよね。だから、まあ、掲示板でさ、まあ、記事を作ったんだけどさ、そのね、皆さんのあれがあって、だから掲示板っていうのも、ちょっと、もう、ちょっと若干心配したのは、やっぱ議論始めちゃう人いるかなと思ったんだけど、まあ、案の定ちょっといたような感じになっちゃって、で、ね、それを、まあ、議論っていうかさ、議論、自分の知ってることと知ってる、相手の知ってることをこう、参考にし合うっていう形のね、意見の交換だったらすごくいいんだけど、まあ、自分が正しいっていう話になっちゃうと、ちょっと違うとこ行っちゃうんだよね。だから、でも自分が正しいみたいなところの表現するっていうのはね、ちょっとまだ、あれですよね、勉強不足ですよね。自分正しいとかっていうの関係ないからね、意識高い人って。いや、自分が分かってることをそのまま淡々とやってるだけですから。だって、他の人に興味をね、持つっていうのはね、もう、だそれ外見てることになるからね。外見てる、人っていうのはちょっと違うんですよ。だからそしたら喧嘩しないじゃないですか、基本的に。だから外を見てるっていうのは、と中に相手のことを変えようだとかさ、そうなっちゃうとちょっと違うでしょ、それ、他人を変えようとしてるじゃない。スピーチャーでよく言ったら自分を変えなさいでしょ、だって。だから、そこじゃないよって話ですからね。そう、だから、なんかまあ、それを分かった上でですね、やっぱ掲示板使ってもらいたいなと私は思ってるんですけど、他人を変える、だから参考にするとこですかね、皆さんの意見をね。他人を変えようとするとこじゃないですかね。どうぞ、だって、例えば、まあ、井上浪士とかが来てね、それはちょっとそれは参戦方法としては違うんじゃないかとか、ね、禅としてはちょっと違うんじゃないかって言われたら、ちょっと、あ、そうですねって言うかもしれないけどさ、まだそこ、別に皆さん、勉強中だからね、だからそれで勉強中のやつが私が正しいって言っても、しゃあないからね、そういうとこがありますよね。マコリーさん、撮ってる人に怒る人いるからね。そう、怒る人。ああ、いるかもしんない。ね、そういう人いるかもしんない。だからあと、わかんないよ。絶対。だから、井上浪士がさ、道歩いてたってさ、わかんないでしょ、だって。悟ってるともわかんないよ。だって、キティのサンダル履いてるしさ。いや、あれ多分、家のやつで、奥さんか、ね、子供さんか分かんないけど、ちょっとね、あんたサンダルだと思うんですけど、たまたま入ってきちゃったっていう。それ私が取っちゃっただけなんですけど、すいませんね、あれね。ね。パペルさん、悟りの段階もやっぱりあるんですよね。ある程度悟っていても自己顕示欲を出してしまう人が、もういると思うんですが、いかがですか？いや、どのレベルで悟ってるかという問題があれなんだけど、完全悟ってる場合だと自己顕示欲ってあんまないと思うね。自己顕示欲っていうのの意味がわかんないよって話になっちゃう。だってさ、だからワンネスとかさ、この世界が一体でありとかってさ、縁であるとかさ、こうね、わかってたらさ、自己顕示欲出す意味がどこにあるんですかっていう話になってきて、で自己顕示欲っていうのは、だからもっと深く掘り下げれば、いや、自分がここにいるってことを見てよとかさ自分がの心が寂しいから自己顕示欲になるんでしょださ掘っちゃうとさ、もうそうするとその人がなぜ自己顕示欲を出すのかっていう意味が分かっちゃうから、出す意味はないしねしょうがないですよ、出したらしょうがないでしょ、そこはね、そう分かってるんだからさ、まあ、そういうとこありますよね。はい、よし、ちょっとじゃあこれね、またね、あれですけどね。ちょっと、じゃあ少し戻って、あとなんかあるかな。ピザ屋さんの名前が知りたいです。あ、さっき書いてあったよ。ちょっと待って。ピザ屋はね、あ、こういうのもあるね。あ、ここね、ネイ、ほんとここネイいいですよ。埼玉県のネイね、ここよかった、行ってくださいね。
はい、うん、ネイって言ってた、丁寧のネイって字ね、うん、あ、これもこれピザ、あ、これこれも韓国のね、言ってこれカンジャンケジャン、これチンピンですよ、チンピン、チンミというか、すっごく美味しい、これ日本、これも美味しい。だから、ね、この時ね、韓国ツアー行った時、韓国のね悟りツアー行った時にキャンドルライトさんの流れでね、でさ、いや、その行った研修所の食事が美味しくなかったって話があってさ、そのまあ林間学校みたいなとこ行ったんだけどさ、そこ行ってでさ、申し訳ないとで言うんですよ。いや別にいいで、だから日本人だから韓国、まあだいたい3食韓国料理だったんだけど、まずいのかうまいのか分かんなかったのねあまり慣れてないからさ。でそしたら韓国人がさ、これは美味しくないんだって言うんだよね。すいませんって言って、これは私たちの気持ちが収まらないと。それでさ、次、その研修から帰って、その韓国、ソウルに戻ったらさ、もう、昼、夜みたいな、昼は夜、朝か分かんないけどさ、こう、美味しいとこばっかり連れてくるんだよ。で、これ、カンジャンケジャンですよ。これ、めちゃくちゃうまくて、こう、ほんと、これ一番韓国で美味しい、あの、カンジャンケジャンの店だからさ、そういうとこばっかり連れてくるためね、本当に、もう夢のようなグルメ三昧ですよ。うん。ね。あ、なんか俺引き締まったかな、ちょっと。顔がいい顔になってるね。こっちの写真、顔よりね、写真よりね、とか言って。うん。はい。ね。あ、まあ、ね、この感じね。ちょっとこの感じね。この感じで、今なんか、僕のいいよね、なんかね。うん。わかんないけど。なんかお腹出てるな、まあいいや。うん。なんか、痩せてきたし。あ、お店ね、このお店。あ、アドレスあるよ、これ。うん、ここピザ屋さん、これ今ちょっと、うん、ちょっと待って、ピザ屋さんね、はい、チャットに書いておきますかね。よかったらこれこう言ってください。ここ本当にうまかった、うん、いやこういうのいいね。俺だからさ、東京とかさ、この関東にいるとさ、やっぱりこういう美味しいところって本当に歩いてないから、やっぱり美味しい寿司屋さんとかちょっとやっぱり歩いた方がいいのかなって思ってるんですよね。はいはい、ね、いや増田健さんがさ、寿司好きなんですよ。だからね、最初、まあ、私のね、お財布で行ける範囲でね、寿司三昧を紹介したんだけど、まあ、寿司三昧美味しいんだけどね、あれより美味しい寿司があると言うんですよ。どこだっけ、マレーシア、あ、マジで、あ、どこに住んだんだっけ、シンガポールだったかな、で美味しい寿司屋があるって言って、そこ行っちゃったかと思って、それより美味しい寿司屋を紹介しなくちゃいけないと思って、困ったなと思ってね、うん、持ってますよ。だからまだ美味しい寿司屋探さなきゃいけないなって思ってるんですけどね。まあ、もし美味しい寿司屋情報がありましたら教えてください。東京とかですね。はい。そういう感じですけどね。はい。姉ちゃんでね。あ、安倍敏さんね。だから、いい仕事してますよね。あ、テトラさんのこれ映像の、まあ、テトラさんっていう方がいた、放送作家、大崎テトラさんね。でインタビューされたんですね、これね、多分それの映像ですね、Facebook の5月6月18日のシェアですね、これね、はい、うん、ピコピコテコン V、 はいはいはい、あ、これはね、なんだっけこれはね、結婚記念パーティーかな、1周年ぐらいかな、そんな感じがしますけどね。酒井さんとね、あ、出てきた、あ、ニューリアリティの4周年記念だ。うんうんうん。ね、あ、ごめんなさい。このニューリアリティの皆さんの、これ知ってる方、みんな仲良しなんだよね。すごい、この方々も波動楽しくて。だからね、ここも波動が綺麗ですよ。いいし、ね、だからこういうとこがいっぱい今できてるんですよ、周りに。だどこ行っても楽しいもんだって。まあ、スピーチャー TV のモニカ行って楽しかったでしょ。で、スキャンドルライトさんのまた仲間行くとまた波動高いで綺麗でしょ。で、このニューリアリティの皆さんのとこ行くとまた波動高くて綺麗でしょ。
ね、ニコニコワクワクだしね、みんなもうだから本当にいい人がね、まあ、スピーチャーテレビの周りにこういっぱいいるんでね、すごいいいですよ。もうなんかすごいいい人たちばっかりこう集まってきてますよね、最近ね。うん、はい。これなんだろう、これはわからんぞ。あ、幸せにたまってます、宴会だわ。うんうんうん、終わっただろうね。うん、あ、ちょうど半分ぐらい来ましたね、6月ぐらい来ましたね。おお、これね、はい、これ、ここはね、あれですよ。高野さん。初めて私、高野さん行きました。今、地球ひろさんちょっといますね。地球ひろしさんと、あと、キャンドルのね、ぜんざいさんと一緒に行ったんですけどね。はい。こう道、電車の中ね。はいはいはい。あ、そういう感じでございますね。うん。なんかあるかな。あ、それで、ここで高野くんが出てきて、これ、ちょっと高野くんがね、高野くんの、こう顔をこうやって入れてやる写真が時々出てると思うんです。それが出てきたとね、いうことですね。ここら辺からね。はい。いや、小屋さんも良かったですね。うん、いや、本当に、あれ、なんかいっぱい行ってるんですけどね。はい。あ、たまってます。あ、これ、そうそう、これ、私の顔覗いてるやつですね。はい。こういうことになってきたわけですよね。うん。はい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 。ね。はい、よいしょ、ちょっと大きいですかな、うん、こんな感じですね。はい。次ね、じゃあ次いきますね。あ、これ一緒合わせの玉手箱のね、9月20日ですね。はいはい。あ、これね、そう、もう大阪に行ったんで、大阪さよならって、高速バスで東三国駅前を通過中ですっていう、あそこほら、あの高速道路と、電車の線路が並走してるとこがあってね。うん。で、さらば関西ってやつですね、これね。うん。あ、これね。はい。ね。はい。名前出てこなくなっちゃった、すいません。はい。はい。遊んでました。野良節子さんとね。はい。あと、あ、これね、これね、また面白いの見つけるよね。これ、ほら。戦争になっちゃ日本がいけないなって話があって、そしたら高野さんでこういうの見つけんだよね。これはさ、収容団っていうさ、これはあの伊勢神宮とか行くとあるんですけど、収容団っていうね、心をねやっぱ磨いていくようなこう団体ですよ。なんていうかな、まあそれしか言えないな。そこの代表、まあ流行ったんですけど、ね、昔戦後とか戦前とか流行ってたと思うんだけど、まあ、スピーチアイティがすごく強いところがあって、そこの代表の方が、昭和6年に、これからね、日本はね、あ、昭和3年だ、昭和3年に、まあ、こう、降りてきちゃったんですよ。日本がね、これから軍部が暴走してね、世界と戦うような大戦を起こしてしまうって、日本はめちゃくちゃなことになるよって言っちゃったんですよ、予言を。昭和、3年ですよ、昭和3年。言っちゃったんで、もう治安維持法とかの流れで捕まって、もうめちゃくちゃですよ。ね。で、この当時はね、殺された宗教者とかもいっぱいいましてですね。だから、平和でやろう、平和にね、したいとか、そういう流れのことやったところいっぱいあって。まあ、大本教なんかもね、京都の、あそこなんていうの、京都のねとこにあったんですけど、そこに大砲で軍隊に囲まれて、その聖地っていうやったところに大砲バンバン打ち込まれてっていう、そういう状態まで行っちゃったんですよね。だからすごく軍部ひどかったですよ、あの時は。聞いてスピーチャル、すごく、だから教科書載ってませんもん。だって、まあ、そういう歴史もいっぱいあるんですけど、歴史なんて一部しか載ってませんからね。だからこうね、スピーチャリティをやってた方がね、相当弾圧されたんですよ。だって本当のこと言っちゃうから、だって。だって、チャレンジングでさ、そこ降りてきたらさ、それ言っちゃうでしょ、だって。ね、言っちゃうからさ。だから僕もさ、そういうの、情報としてあるからさ、秘密保護法だとか、憲法改正危ないよって言ってるのはそこなんですよ、実は。どうとでもできるんだから、その時が。だって、ほら、今回のほら、武器輸出とかいろいろやり始めたけど、全部あれ閣議決定なんですよ。だって国民に聞いてないんですもん。法律も変えてないんだよ。
うん、そういうことでね、勝手に決まっちゃうって。だからこういうのも治安維持法で、ああ、スピーチャーの人たちは、この日本に対して、なんていうかね、いいことをしてないからって、いいことをしてないっていうのは、その、軍部に対して反対してるからっていうことなんだけどね、日本に対してってそこで勝手に書き換えるんだけどね、日本のためになんないから、この人たちはって、勝手に捕まえてね、親にぶち込んじゃね、まあ、あの時、拷問とかもされ、してたんですよ、あの時。そういうのがあったんですよ。だから、何人、廃人になって帰ってきたら何人もいますよ。だ今、中国の、あれですよ、中国の、あれですよ、中国の、刑務所みたいなもんですよ。うん。だから、ひどいですよ、本当に。だからそういうのがあるからダメだって言ってるんです、僕はね。そういう情報、ちゃんと知ってるから。うん。ね。だ気をつけなきゃいけない。だから、本当に民主主義を守るのは私たちだなっていう、私は思ってます。思ってます、私も。自分たちがちゃんと声を上げないと、民主主義ってなくなっちゃうってことです。まあ、いろいろこう独裁者みたいな人がどんどん民主主義を歪めるっていうことがあるわけですね。だから安倍さん堂の功じゃなくて、安倍さんがそれを作っちゃったことによって、次のまた違う総理大臣とか出た時にそれを拡大解釈して変えちゃうことができちゃうんですよ。そういうのが危ないって言ってるんですよね。今危ないと言ってないんですよね、まあ、そういうところなんですけどね。だこういうね、歴史の証人みたいなのがあるんですよ。だから政治、だから戦争っていうのはね、最初にスピーチの人たちがみんな弾圧されるんです、大体。まあ、そういうのありますんでね。私、学者でございますからね。ちゃんと言っておきますけどね。はい。これは上野駅で売ってたさくらんぼですね。はい、ありがとうございます。あ、このドラえもんね、こうなりましたね。はい。よいしょ。7月6日。あ、はいはいはい。ボン、出るかな？あ、山川さんね、特集やりましたね。ありがとうございます。はい。ね、こうなりましたね。うん、あ、これね、欧米で祈りが治療効果を上げるっていうことが、まあ、常識になりつつあるという話があって、ちゃんと祈ってからやってる病院もありますよというね、写真でございますね。はい。面白いね、こうやって僕の Facebook をね、こう、見ていくっていうのもね。あー、出た、自らの伝言のね。あ、こっち側は。これ、まだエマさん、まだ、あれですね、大腸的ですね。これね、ブログでこれ書かれて面白いなと思ったんですよ。まあ、こういう人間の持つ言葉や考え方が物質を変化させるっていうのがね、ブログあって、ああ、久しぶりに出てきたって珍しいなと思ったんですけどね。まあ、こんなのありました。シェア14件されてるって結構ね、すごい革命でしたね。ありがとうございます。あ、ねえ、ねえね、これ、杉山ねえっていう人がいるんですよね。絵描く人ね、これ、この人うまいんですよね。うん。あ、これまたねえの喫茶店ですね。はいはいはい。すごいいっぱいあるな。結構いっぱい。あ、これね、ありがとうございます。これ、和歌山のゆるキャラですね。はい。はい。で、最近仲良くなって、みゆちゃんがここにいますけどね。右側にね。はい。これ、さっき、今日、妖怪ウォッチのメダルを送っときました。ダブってるやつ少しね。はい。ああ、そうか。高山のティディビアミュージアム行きまして、こうティディビアの頭付きのパフェ食ってましたね。もう、嬉しいですね。はい。あ、これネイの喫茶店のね、マスターが描く絵なんですけど、この人の絵めちゃくちゃすごいね、なんか、なんて言うんだろう。うん、寺山修司派というか。まあそういうふうに、まあそういう感じですよ。だからアートですよ。本当はアートと思った。この人すごいと思いますよ。うんね、この人いらっしゃってね、浜野重則さんね。そうはい。まあそんな感じですね。ちょっともう上に戻って、これは、あ、そうかそうか、これシャンティさんとちょっと高山行った時ですね。はい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 。ね、まあ、また行きたいね。はい。よいしょ。あ、いっぱいあります、シェアがね。よいしょ。ああ、これ、紙を噛んでいきましたよ。はい。ね、この時もやっぱり、まあ、日本の最先端を見まして、すごい、やっぱちょっと感激しましたね。すごい、やっぱすごいとこあんだなと。すごいことやってるとこあんだなと思いました。地中深く入りましてですね。はい。まあ、これ映像とかちょっと残ってると思うんですけどね。これね、暗黒物質饅頭ですね。神岡鉱山のね。
名物はい、すごい箱ですけどね。ああ、あとこれ、その高山っていろんなとこあって、そこで一緒に行った方とね、まあ、エジプトの格好してコスプレして遊あのこ れ, これなんだっけな、美術館ですね、そこでやってて、そこでこうこれ遊びました、コスプレで。はい、あ、これはね、スーパーカミオガンデの、うーん、こうなんていうか、模した風船をいっぱいやって、カミオガンデってこんな、あのこうやって光電管というか、こうニュートリノを検出する機械がいっぱい並んでるんですよみたいな模したやつですね。これよくこれ作ったなって感心しましたけどね。うん、はい、あ、これそう、サンティさんのね、こう行った時のね、やつですね。もういい、清流がすごく冷たい、もうすっごい冷たい。これ7月でしょ、21日、7月21日ですよ。なのにめっちゃくちゃ冷たいです。これ多分あれ、ね、南アルプス、どっかアルプスとかが分からないけど、アルプスじゃない、白山、うん、どこだ、ここあそこだから、まあ、どこか分からないですけど、山の水です。本当冷たかったですね。うん、清流でしたけどね、本当に。うん、今年はこの田舎の良さっていうかね、素晴らしさ、すごく発見しましたね、僕はね。本当にありがとうございます、本当にね。山形も、はい、ね、含めね。はい。で、暗黒物質行って、はい。これ同じですよね。そしたらちょっとまず書き込み読んでみましょうかね。7月ちょっとぐらいですね。はい。わーってやって、高橋さんが、翔吾さんがやっておりますけどね。はい。このままそうかな。じゃあ、ちゃんと読みますね、またね。うん、ピコ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 。はいはいはい。ポポロンさん。パンクロー氏は、NHK の時は、素敵な草履を履いておられましたね。残念。そこキティ草履履いてなかったですね。うん。まあ、ポポロンさんがパンクロー氏って言い方してるんだよね。で、あと、違う人だと、ピーロー氏っていう話、言い方もあるんですよね。ピーロー氏。放送禁止のやつをいっぱい言うからですね。はい。で、私は大変だっていう、カットしなくちゃいけないって。でもね、それ、放送した方がね、本当はね、わかりやすいんだけどね。本当のこといっぱい言ってるからね。嘘言ってないんですよ。でも、本当のことというのは言うと困る人ってのはやっぱいるんですよね。だから困ってしまう。それは困るんですね。うん。まあ、そういうところもありまして。まあ、でも、直接ね、老子に会ったときは、その、奥歯に、まあ、歯に着せぬというか、なんか、ね、感じで語ってくれますので、ね、ぜひ、生で聞いていただければと思います。ね、井上老子ね。はい。パベルさん、なるほど。悟って自我が残っている人もいるように感じました。T さん、完全に自我が抜け落ちたんですか？これさ、自我抜け落ちるもクソもさ、なんていうかさ、そういうこと自体も興味なくなっちゃって。あのさ、なんていうかな、また自我があるっていうのも分離なんだよ。まあね、極端の例を言えばね、そう。うん、だからこの世界の中で自分が、こう、ね、まあ、あるがままって言い方もあるけど、まあそういうふうに暮らしていくみたいなところに行こうよって話ですよ、要は。で、自我がとかだと、その時点で自我をまた形成するから、まあ、どうもいいやつっていう感じになってますけどね。うん、はい。だから、でも自我、でもさ、その、また全部統一しちゃったら、一体になっちゃったら何もすることなくなっちゃうから。またつまらない世界に入り込むしね。だから、いや、僕妖怪ウォッチメダルとか集めてますけどね、みたいな。それは徹底的に私というものがあるんであれば、徹底的に私も遊び尽くすってところですよ。だから自分であるってこと、自我がある、まあ、自我ってあるっていうのかな、まあ、自分があるっていうことの楽しみと、大いなる自分、この全体的な自分っていうものと調和をとって、そのとこにちゃんといるってことですね。まあ、スピーチャーな健康みたいなところですかね。だから、あと、例えば美味しいもの食べたいって時にさ、食べないで我慢したら、もちろん変でしょ？例えば、今日ピザ食いて行きたいなったら、ピザ食い行こうってさ、それは自分に対する愛じゃないですか。
で肉体を持ってるんだから肉体が喜ぶことしてあげるっていうのはそれは肉体の愛でしょ、うん、だからあといろんな自分がねこう妖怪ウォッチのやつをこうねコレクションしてみたりとかさ、それはそれでそれやりたいんだからやりゃいいんでさ、でまた子供と交換するのが面白いんだよ、子供と楽しいんだな、こ俺交換する楽しみってそこでちょっと知ったな、知りましたよ。あのねやっぱり交換の時って、あの、相手が自分の欲しいモデルを持ってて、あっちも僕の欲しい、あ、その、僕も欲しいメダルっていうか、両方とも欲しいメダルを持ってるんですよ。それで交換するじゃない？その時、それって、あの、本当は、なんと、あの、その瞬間ってさ、もともとはなんかゼロなんだけど、交換した瞬間に両方ともありがとうになるんですよ。ありがとうとか、ウィンウィンとか幸せになるんですよ。両方ともがさ、あの、なんていうかな、好きなメダルを手に入れるじゃないですか。だからその時に、ぽわーっとね、こう、この、喜びが溢れるんですよ。二人とも。そこがね、交換ってすごくこのメダルのいいとこだなぁと思いましたよ。だこういうね、子供の遊びの中にもね、愛があるっていうかね、こういう瞬間あるんでね、これちょっと僕、これ、ちょっとメダル集めしてるっていうより、交換とか楽しいよね。だって、で、そうほら、みゆちゃんとか4、またさ、ダブってるメダル送ったりすると、また喜ぶじゃない。喜ぶんです。喜ぶからさ。それが楽しいよね。うん。そこにやっぱ愛の循環が起こるじゃないですか。ねえ。やっぱそういうのがいいですよね。うん。まあそういうのがありますからね。だから、なんかいろんなものにこだわってるうちはダメなんです。時間とかさ、もうそういう感じですよ。何でもいいんですよ、もう。もうね、そういう枠も取ってっちゃうっていうね。うん、だから本当、何もないですよ。そういうとこなんじゃないですか、本当は。うん、ね。ね、うん。ピザリアデブッザかな、うん、みたいな名前ですね。はい。ピザ屋さんの情報ありがとうございます。ここ、本当に美味しいよ。うん。美味しかった、ここは。ね。うん。あ、ヨカニさんありがとうございますね。はいはいはい。老子の P の部分のは、固有名詞が入ってるんですけど、大体入ってんだよ。入ってるっていうか、あのね、その P ロージのところは、あのね、入ってんですよ。だからさ、なんとも言えないですよ、それ。あ、っていうか、やっぱり、あの、まあ、悟ってらっしゃると思うんでね、小さな話はしないんですよ。相手がでかいんです、大体。そう、これおかしい。ちょっとそれ平気で言っちゃうんですよ。だから、ね、スピーチャーな人とか悟ってる人とかっていうのはさ、あの、大きなものから疎まれるときっていっぱいある。政府だったりとかさ、本当のこと言うからさ、政府だったり、宗教団体だったりとかさ、でっかいとこから嫌がられるんだよ。だから、それ平気で戦う、そう言っちゃう、戦うわけじゃなくて言っちゃうから、本当のこと。ね、だね、そういうことです。困ったもんですよ。困ったもんとか、でもその方が、まあ、そう聞いてる人は確実にいい話なんですけどね。よく、あ、そういうことなんだ、そうか、だからこうなってるんだ、みたいなね、よくわかるんですけど、まあどうしてもね、それは出しとくと、まあ、異能漁師とかに、やっぱり、ね、こう、変な、こう、圧力がかかったりする可能性もあるので、ちょっとしょうがないんで、こう、ね、あの、カットさせていただいてるという、ことなんですよね。うん、はい。ね、まあだから今いろいろまあいう話戻りますけど、いろんな楽しいことすればいいんですよ。この高橋翔さんが楽しんでますけどね、顔でね。うん、変顔の名手ですから、変顔で Facebook やってますからね。はい。まあそんな感じでちょっとこうじゃあ戻りますかね。はい。ということでじゃあちょっとね戻っていって。ああ、これ、そうそうそう、サンディさん行った時ね、これ、あれですよ、暗い山の上の水。あ、これ、音いいんですよ。聞いてみましょうか。流れるから。ん？すぐ出ないね。
まあね、涼しげなんですけどね。まあちょっと冬なんですけどね。本当に夏聞くと涼しげで、これはいい映像でございました。ここはね、暗い山でございますけどね。こう高山ですね、これもね。ちょっと高山、雪とか降って大変ですけどね。はい。停電とかなってましたね、この前ね。うん。はい。そういうね、ちょっと流れでございますね。あ、神尾岩で潜ったやつね。うん。これちょっとこれも、こう、すぐ、これ出ないんだね。うん。はい。あ、出るかな？出ればこうやるかな？ポン。古いやつってのあれか、すぐ YouTube でここで再生してくれないのね。違うとこ行っちゃうのね。うん。次は、この聞いた過去です。これは、はい、普通のことですね。私を今中です。はい、小泉氏です。何よこれ、撮ってくれたやつなんかね、見えない、真っ暗、真っ暗、ただ暗いだけっていう、ね、あれどうも。はい、すごい、あ、終わっちゃった。すごい短いですね。ましょう、そんな感じですね。うんうんうん、あんまり爽快になってませんね。はい。よいしょ、よいしょ。はい。うん。はい。ということで、あとこれかな。あー、これちょっと高山ね。はい。ね、これ斎藤さんが大吉を引いてるシーンでございますけどね。はい。これ、あ、これカフェ青っていうところ、高山じゃ、高山ね、まあ、高山って本当にいい場所ですよ。ぜひお旅行行かれるといいと思うんですけど、あの、ミシュランかなんかでも三つ星ついてると思うんですけどね。あの、高山っていう観光ね、本当にいい場所ですよ。もう外国人いっぱい増えてますね、今ね。はい。そういうとこです。あと、飛騨牛も美味しいっていうね。飛騨牛美味しい、飛騨牛って美味しいなと思いましたね、本当に。で、最近なんかね、外国でね、日本の肉は美味しいっていう話がありますね。うん、はい。あ、これ、あれだ。こう、帰り道ね、あの、シャンディさんたちと車乗って帰ってたんですけど、車の中からスピーチャーテレビやったっていう、ね、その配信のやつですね。これは7月22日ですね。近辺でね。うん。あと、これ、すごい綺麗だよね。ヘブンリーブルーっていう品種なんですけど、高山のところでね、撮りましたね。はい。これ、素晴らしいですね。はい。あ、このアリンコっていう喫茶、あ、なんか、バー見つけて、私撮りましたけど、高山でね。このほら、アナと雪の女王が流行ってたから、アリのママと、みたいな、あ、これ、それちょっとネタに使おうかと思ってね。で、アリのママはどこにって書いてますか、本当は上の方にね。うん。そういうネタに使いました、写真ね。うん。はい。そんな感じですね。はいはいはい。おー、これ、途中のサービスエリアで、あの、スワコサービスで食べた。ソフトクリームですね。ここが一番うまいっていう話があってね。はあ、あ、そうだ、これ、行きましたね。ヘンプの収穫。ねえ、まだそんな前なんまだ4ヶ月前そんな経ってないよね。5ヶ月前。うん。そっか、もう5ヶ月経ったか。もう、あっという間だね。本当に。いろんなことやってるから、あっという間。うん。いや、まあさっていうのは本当にこうすぐ伸びるんだね。早く伸びて、収穫出て、まあいい植物繊維が取れるからね、いいと思いますよ、僕は。これね、勉強になりましたね。あ、これ高山のね、泊まったホテルですね。はあ、これ悪いでした。うん、赤みがあって入るときね、これね。うん、ああ、これ収穫してるときね。はいはいはい。ね、ここの、まあ、ヘンプさんですね。ヘンプが、朝青龍とかの回しになってますからね。ちゃんと、お相撲さんの回しは、こう、ヘンプで作られてるんですね。大朝でね。うん。あ、これ、なんか、帽子かぶさられましたけどね。はい。まあ、スピーチャー、まあ、ね、妖怪ウォッチ的に言えば忘れん坊とかかぶされてるかもしれないですね。なんでも忘れん坊はなんかかぶされて忘れちゃうっていうね。うん、なんでかぶされてるのかも忘れちゃいましたけどね、みたいな。うん、ああ、シャンちゃんね、ワイワイって行きましたよ、もう。本当に楽しかったに。
高山に住んじゃうのかな、うん、あこれ羽生サービスエリアってあるんだね、こういうのとかね、高速道路の途中のね変なところね、うん、まあそういうところがありますね、はいはいはい、というね、またいろいろこうやっておりましたね、うん、うん、あこれ羽田信教のね現代語訳ね、うん、あなんかこれやって WHO が抗がん剤を使うなってやってる話ね、はい、あとね、あこんなのありましたね、はい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 、結構結構経済界も嫌がってるっていうね、はい、うん、いろいろありますね、うん、あこれはね感動老師ですね、はい、ね感動老師ご存命でございますか、ぜひまたね見ていただければと思いますけどね。あご存命という変だな。まあやっぱりいいね禅の方ってどんどん亡くなってす方もいらっしゃるんですけどね、元気でいらっしゃいます。あまあご存命で言い方だったら失礼しちゃったんですけど、まあ息子さんにお寺をですね譲るという話で、まあそのお寺の方の住職はご引退されるということなんで、そういう感じになりますね。はい。ということでまた取り行こうと思うんでね、皆さん見ていただければと思うんですけどね。あ、はいはい、これクッションで革を作ってますね。はい。これ高山のね、喫茶店ですね。そうです。昨日はあんまり寝てないから、今日かな、今日寝てないから、あくびいっぱい出ますね。あ、これ、三千道場。8月3日ですね、うん。あ、これね、痩せるんですよ、ちゃんとね。はい。粗食になりますのでね。うん、全ダイエットってジョーク言ってましたけどね。うんよいしょ。まあ、いっぱいこう、あ、これ8月ですよね。これ、今ロックさんですね。これはね、方向地ですね。うん。はい。これ、浜松だな、これ。うん。ね、向井老師の、ね、本山なのかな、ちょっと、ね、方向地行ってますね。そこ、まあ、安倍さんの方とか売ってましたね、方向地でね。うん。これ、あ、これは NHK で放送ね、決定ということでね、井上老師がね、うん、ちょっと嬉しかったですね、また。結構嬉しかったな、日本、NHK のうちが先に放送できたってのはちょっと嬉しかったですね。うん、よいしょ。まあ、ね、NHK もいい仕事してますよね。うん、あ、でも今、ブルース・モーリーさんって言いましたね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。大丈夫かな？ああ、はいはい。はい。これファンの方とね、伊豆に遊びに行きました。温泉ね。はい。という感じですね。あ、新さんなみこさん。ああ、これ新さんなみこさんにイルカちゃんの話が載ってたんですね。次元上昇日記っていうやつね。はい。うん、次でしょ。あ、これ。これ、ブルース・モーリーさんね。また8月来てましたね。坂本雅美さん対談されて、これ放送しておりますので、よかったら見ていただければと思いますけどね。うん、まあ、いっぱいいいのがあるんです。いっぱいいい本当に映像撮ってあるよね。うん、これは地頭町っていうかね、これは、あ、ごめんなさい、地図町、失礼しました。まあ、産業タイマーをね、町おこしでこう活用してるという町ですね。はい。まあ、ちょっとアメリカもどんどん今解禁するって話が来てるので、医療大麻とかね、うん、まあ、いいんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ、でもあんまりこう、変なね、数とかの方はもう、ね、まあ、私は進めておりませんけどね。うん、まあ、依存する人いるからね。うん、心がちゃんとできてないと何、ダメな人はダメだよね。やっぱり、お酒に溺れる、そういうものに溺れるってことになるからね。よくね、そういうお酒があるから人はおかしくなるんだ。まあそういう、ね、そういう嗜好品があるから、タバコがあるから人はおかしくなるんだって言い方するんだけど、それは吸ってる人がいるからね。その人のやっぱ心の問題だったりするとこあるからね。うん、だからいいもの、ちゃんとさ、その包丁もそうだけど、ちゃんとその人が使い道にちゃんと使えば、それはね、お酒だってリラックスになるしね。うん、だけど飲みすぎたらダメになっちゃうじゃないですか。まあ、そういうもんで、やっぱりその使う側の問題もありますからね。うん、まあでも意識があった世界においてはね、
いろんなものが解禁されてるとしてもそれを乱用する人はいないからね、うん、とは思いますけど、でもまあそういう低い人がいっぱいいれば、意識が低い人がいっぱいいれば、まあ乱用する人はいるかもしれないですよね、うん、でもまああんまり体にもう悪くないって言われてますからね。あ、これは本気で、あのこれ免許持っててね、作られてる方ですね、これね、ありがとうございますね、うん、まあこういう流れもありましたね。あ、ブルース・モリさんのインタビュー、これもなかなかいいね。夏ですね、ティディがアロハ着てますね。これアロハのティディだから、まあでも冬は冬でね、こうやってちょっとクマちゃん感じになっちゃう、クマちゃんになってますけどね。はい、これはこれでいいと思うんですけどね。はい、うん、ね、いろいろありますよね。あ、ブルース・モリさんね、はいはいはい、ね、ありがとうございますね。いや、あ、ほん、あ、でもこのね、ブルース・モリさんのインタビュー本当にいいですよ。これこれもいい話でしたよね。だから、ね、今年ね、いいもの多すぎてね、いいもの多すぎて、どれっていう、どれもいいよねみたいな感じですよね。すごくいいインタビューいっぱいありますよ。うん、本当に良かったですね。うん、まあ、死後探索のブルース・モリスですかね。ちょっと最近スピーチャーデビューを知った方もよかったら見てくださいね。だからこう、あの、正月ちょっと放送回数減ると思うんですけど、よかったら見てくださいよ。その古いバックナンバー。え、こんなのあるんですかっていっぱいあるから、スピーチャーテレビって。え、この先生も出てましたかみたいなのあるからね。うん。はい。ね、あと、ブルーツモリさんがおサバ食べた瞬間ですね。はい、ちょっと、むにむにって感じで見て、ちょっと食べ、こう、むむむって感じで食べてますけどね。はい。箸ちょっと頑張って使ってますね。はい。で、熊野ツアーの宣伝がここに出てきましたね。まだこれ行ってないんですね。8月ですね、これね。このツアーもすぐ埋まっちゃったからね。でも本当にあのツアーすごく良かったよ。もう本当に僕 300% 言ってたけど、本当 300%。 あ、これで妖怪ウォッチがこれに出てきましたね。はぁ、はい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 。うん、これさ、夏ぐらいからちょっとずつ見始めてんだね、僕はね。うん。まだコレクションは始まってないんだ、こうね。あ、思い出の間に、これもいい映画でしたね。ぜひ行ってください。まだ見てない人は。まあ、まだ、もう、まあ、ビデオだったらね、ぜひ絶対書いてください。これいいですよ。本当にいい映画でした。うん。ね、そんな感じで、よしよし、ピコピコピコ。ね、妖怪落ち出てきたぞー、みたいなね。うん。あ、金刑塾の話とかってことね。金刑塾もいい話してますよね。本当に。こう、私の視点で恐縮ですね。あとでもちゃんと、スピーチャーテレビの Facebook もやりますから。これも、あ、これも、そう、また長野行って、こう、この時はね、これまだ放送してないんですけど、あの、放送しようと思ってるんですが、スピータビでね、暗い山、あ、ごめんなさい、みなかみ山っていうとこ行ったんです。そこの取材があって、それはまだ放送されておりません。美味しいもんいっぱいありました。はい。シャンチさん、美味しいとこいっぱい知ってるから行くからね。うん。人生楽しんでおります。うん。私も楽しみましょう。いろんなものね。これくらい、あ、これ、これ、水上山のところね。これはもしかしてる UFO が降りた後ではないかとかいうところね。とか言ってますけど、本当かどうか、テレビの方でご確認くださいっていうね。はい。という感じですね。これいい、楽しいね。いろいろね。はい。まあ、ちいさん、今年ちいさんいっぱい出てくれるのってありがたいですよね。まあ、また面白いですね。ちいさん、ちいさんね。本当に個性的で、うん。愛が溢れてる人ですよね。うん。はい。またね、来てくれると思いますけどね。はい。あ、これね。これはね、どこだっけ？あそこ。高山寺だっけ？高山寺に行った時かな？高山寺でいいのかな？うん。ね。京都ですね。はい。ぴょん。はい。ああ、これね、おいしい。これ、こう川物のそばでね、食べましたけどね。食べ物ね、いろいろね。はい。うん。はい。こういう感じ。高山寺ですね。はい。長寿祇願のとこです。うん。いや、京都ね、京都のちょっと、まだまだ京都って
歩けばいろんなあるものがあるんだなって感じがしてるんですけどね、こう京都極められてませんねまだね、うん、まあ、でも考えてみれば東京ってのはすごいとこだよ、まだ極めてないですよね、極められないよね何もね、うん、外国も面白いんだけど、まあ日本っていうのもめちゃくちゃすごいとこだよね、今考えるとね、今考えてみると本当にすごい、だから各県に名物があるしね、もう東京なんか一つ一つの町がさ県みたいなもんじゃない、県の文化みたいな、中野とかもとあなね、いろんなこう秋葉原とか銀座だとかもね、全部その違うじゃん、品川だとかさ、恵比寿だとか新宿だとか全部違うじゃないですか、文化的な感じが全部楽しみがあるっていうね、いいとこですよ、うん、で本当に日本ってすごいなと思いますけどね、絶対で今9月ぐらいのところですね、はい、あこれはあそこ田舎宮行った時の写真ね、多分あ、これは、これ、高山寺ね、織部式の灯籠ってあってね、そう、やっぱ美しいなと思いましたね。あ、綺麗だなと思って、織部さんね、古田織部っていう、茶人の大名がいたんですけど、芸術家肌な方なんですよ。よくね、何でも鑑定団、ね、テレビの方で出てきますよね、織部焼きとかさ。うん、ね。あ、この人、あとこの人に会ったのもよかったね。明恵上人、明恵上人というね、上人という方がいらっしゃって、で、この方が、宗派っていうものか、宗派をね、否定したっていうね、仏教者ですね。まあ、すごい人がいて、こういう木の上に座って座禅してるやつが残っておりますけどね。うん。で、高山寺がどこだっけ、日本の、まあ、どっかフランチェスコさんとこと、なんかね、姉妹提携寺みたいになってるようですね。うん、面白いですね。うん、まあ、フランチェスコさんみたいな人ですね。ああ、と、また、ちょっとね、いちごさんがまた出始めたっていう、ちょっと2年ぐらいお休みしてましたけど、ね、またこう、お笑いの伝染状態になり始めましたね。これぐらいからね。はい。あ、これみ、ね、みゆちゃんがファン送ってくれました。ありがとうございました。ね、シールをね。このシール、今もね、私のスマホについてますけどね。はい。あ、みゆちゃんですね。あ、あとベトナム行っちゃったんだよね、ベトナム。これ、マスターゲートさんのね、またグループでね、本当にそこで、まあ、ベトナム、本当バイクだらけでしたね。ああ、これ、TDS みゆちゃんが作ってくれた T さんね、ありがとうございます。うん、そういう状態ですね。はいはいはい。それで、あ、これベトナムのね、泊まった五つ星ホテルさんの、うん、とこでね、あ、レジェンドホテルって言うんだ。ね、レジェンドは、妖怪ウォッチファンとしては、レジェンド、レジェンド、ブッダマゲンド、つって、ね、妖怪が出てくるんですよ。って歌、音楽が流れてね。そういうところですけどね。はい。まあ、レジェン、まあ、レジェンドって言い方があるんだよね。うん、伝説のみたいなね。まあいいとこでしたよ。うん、あ、これ行くときですね。ベトナム出発したんだけどね。とこですよね。はい。まあ、カイトさんがね、これいらっしゃいますけどね。うん、よいしょ。10月5日ぐらい、ここがね。はい。あ、これ、これまあちょっとこうシェアしたやつなんだけど、まあ、メトロノームっていうものをね、あ、ちょっと行っちゃった先に。メトロノームをこうバラバラに動かすと、しまいには同じように送り出すようになるっていうね、やつね。これちょっと実はここ振り、これね、ブランコみたいなところに乗ってんですよ。それがミソなんですけどね。まあいいや。まあだから、波動は共振するよっていうふうに思っていただいてもいいかなと思います。そういうのが、これ10月5日の書き込みにあります。まあ私の Facebook ね、また読んでいただくともいいかもしれないですけど、こうやってね。はい。で、これはベトナムの教会ですね。ホーチミンのノートルダム寺院の内部ということでね。はい。あ、これ泊まったホテルということでね。うん。このホテル、まあ良かったんですけどね、一つだけ納得できなかったのは、このね、この、玉ですよ、この玉。この玉に入りたかったの、僕は。入って水の上に歩けるんですよ、本当は。だけどね、14歳以下って書いてあったから。14歳以下の、その、コードで引っかかりましてですね。ウェーンっていうね。
これに今年2回ぐらい今年ウエーンがあって、これに入れなかったのがウエーンでしたね。あとその妖怪ウォッチの映画行って大人だからコインがもらえないっていうのがウエーンでしたね。うん、そう、それがちょっとウエーンでしたよ。もうね、そういうとこあって、あー、あとこれ北朝鮮のねはい、北朝鮮のあ、そうか、ベトナムにある北朝鮮の酒場っていう、なんか、料理屋さんですね。そこでさ、まあ、韓国人向けの歌を歌ってくれたり、いろんな、まあ、日本人向けの歌を歌ってくれたりとか、いろいろして、なんですかね、まあ、津軽海峡冬景色歌ってくれましたけどね。まあ、私の年齢が20歳ぐらい上の人だったら喜ぶかもしれないけど、私の年齢はもう、あんまり演歌の年齢ではないなと思って、思いましたけどね。で、妖怪ウォッチ体操をしてくれたら喜んだんですけどねっていう話なんだけどね。はい。そういう状態ですね。うん。あ、これね。パッションフルーツね。食べ放題みたいな。うん。これ山国屋さんがちょっと似たものをね、外国行かれて出されてたんで、私もと思って、同じみたいなさ、ところがありましたので、それを写真撮って載っけちゃったっていうやつですね。うん。はい。あー、そうそう、一緒に悟りのね、研究で行きました。イリカちゃん、5歳でございますけどね。うん。まだ10月の話なんだなぁ。なんかいろいろやってるよね。で、あ、そうか、そう、ベトナム行ったらさ、酒井さんのグループいっぱい来たの、一緒に。でさ、一緒にま楽しんでてさ、もう、すごいですよ、もう。うん。だから、楽しい、楽しい。うん、で、ね、来年はさ、ハワイか沖縄じゃねえかなって感じですよ。沖縄、まず行こうかね、うん。安いじゃない、沖縄今行くのさ。で、この、実は1月、2月とか、この閑散期っていうのはね、あったかいでしょ？沖縄あったかいからいいんですよ、結構。うん、結構15度ぐらいとかあるからね。結構あったかいですよ。だからね、もう、本土の人はね、ちょっと、もう寒いのに疲れたらね、沖縄行ってきますって沖縄行ってくるんですよ。ね、沖縄行きましょうね。うん、はい、ああ、クラニオセイコラのバードレーナーさんね。これもね、いい話ですね。ちょっといい、私の指を見てるせっていう、どうしようかなんですけど、ね、はい。これも残ってるんですけどね。はい。あと、ベトナムのココナッツジュース美味しいですね。ココナッツジュース、どこか、いろんなところでもあるんですけどね。うん。で最近ココナッツオイルを、読者の方に、視聴者の方に教えてもらったんで、ちょっと私もココナッツオイル買おうかなと思ってますけどね。ダイエットにいいって言われたんでね。よしよしって感じですね。うん。あ、これベトナムの写真ね。うん。はい。ちょっとトラウマになるベトナムの遊園地の、なんか、ね、人形っていう、うん。あのね、なんかね、この、あと、こういうのさ、あ、社会主義国にあるんだ。あ、さっきのミニ知識なんですけど、北朝鮮のお店がなぜベトナムにあるかっていうと、ベトナム社会主義共和国なんですよ、あそこは。だから、あそこは共産主義国なんです、ベトナムは。はい、そういうことですね。世の中っていうのは不思議なとこですね。うん、どう考えてもベトナムは今、自由主義国にしか見えないんですけどね。はい。まあだから仲いいということで、そういうのが許された流れがあって、そうなってるんですよね。うん。で、その、ロシアとかね、共産主義国にね、この子供の、なんか子供の、なんか、なんていうかな、その、遊具とかそういうのにいる絵とかがね、だいたいグロいんですよ。で、これもトラウマになるようなやつですね。なんか、ここは来てはいけないとこなのかな、とかさ。そう、なんか、ピノキオのさ、遊んでるとロバになっちゃう遊園地ってあるじゃないですか。そのようなとこに行ったような錯覚に陥りますね。ベトナムのとこ行くとね。はい。そんなところがありましたけどね。よいしょ、ポン。はい、あ、出てしまいました。ツイート、尾本まさるさんですけどね。もう、10月20日になってますが、ちょっとこれ、日付は同じか分かんないんですけどね。まあ、本当に今年、船井さんとね、
江本勝さんっていう二大巨頭が亡くなられましたし、あとドレスヒポノさんも亡くなられてますよね。でうちで放送したやつで最後の日本公演っていうやつがイブニングセミナーってありますね、日本のね。それよかったら見ていただければと思うんですけど、あと江本勝さんも何回かねうちのテレビ出ていただいてるんで、それをちょっと放送し直したというね流れがありますね。はい、本当にあの巨匠がいっぱいね今年は行かれてしまってね、すごく寂しい反面ね、まあその時私はバトンっていうのをすごく思ったんですけど、そういうバトンを、まあ、次の私たちの世代がね受け取ってね、どうまた次の世代に伝えていけるのかっていうねところをちょっとすごく痛感しましたね。うん、だから頑張っていこうかなと私も思ってますよ。まあ、バトン渡されたなと思ってます。だあと、まあ、ちょっと前に菱沢誠先生なんかもね亡くなってますけど、菱沢誠先生にも私は可愛がっていただきましたんでね、あの菱沢誠先生の塾があったんですよ。 1ヶ月に一遍やってる塾があって、それ私行って勉強させてもらってましたからね。うん、だから本当に貴重だった、いい体験させてもらってますよ。うん、はいね。あとこれバカボンのパパの話ね、これバカボンのパパは悟ってるんじゃないかっていうね裏付け情報ですね。はい、これ載ってます、これもね。うん、まあバカボンのパパというか赤塚不二夫さんですよね。うん、和尚のやつね、これシェアですね。うん、また松尾みどりさんがまた出始めたっていうのがねスピーチャーテレビってすごいですよね。あの本当に見てる方が多くてね、本当にすごい状態で、あの勉強になってますよね。うん、素晴らしい、あのやっぱりまれに見る解説力の凄さっていうね方ですね、よく分かってらっしゃる。まあ宇宙船も乗っておりますね。うん、はい、ね、なんかあるかな。はいはい、妖怪ウォッチのネタが聞こえてきてますね。これみゆちゃんがね送ってきてくれてありがとうございます、本当にね。和歌山パンダってね、でうちのこういうね、その妖怪ウォッチのネタで走ってますけどね。うん、はい、まあそういう感じでございますけどね。よいしょ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 ね、かな。あとはにゃん、何かにゃん、あ、コマジョ、あ、コマジョじゃない、コマさんですね、すみません、コマさんでございます。うーん、おー、すごいですね、すごい写真撮ってますね。うん、まあこうかん、なんかすごくハマってきて、まあここ最近なんですね。うん、もう妖怪ウォッチね。うん、まあそんなに経ってないんだね。あ、出た出ました、 TDO ですね。これまあいちごさんの娘さんが書かれたということで、どうもありがとうございますね。キャラクターを作っていただきましたね。はい、あ、みゆちゃんね、誕生日おめでとうありがとうございます。はい、いただきました。はい、あ、これも、あ、浮田真理子さんありがとうございます。ドクターイエローですよ、これ。お誕生日プレゼント来たんですけど、ドクターイエローってあんまり見えないからラッキーって意味があるんでしょうかね。それがちょっとわからなかったんですけど、ドクターイエローの写真ですね。ありがとうございます。はい。いやいやいや、あ、これ私の紹介だけばっちゃね。あ、これメリークリスマス。これは関西の、オフ会ですね。あの、1月16日にまた新年会を関西でやりますんでね、よかったら来てくださいね。はい、まあ、楽しいと思うよ。もう楽しいと思うよ、やっぱり。なんていうかね、まあ、楽しいよ。やっぱりね、まあ、テレビもいいし、このチャットもいいし、掲示板もいいんだけど、やっぱオフ会楽しいよね。うん。いろんな人いるしね、いろんな考えあるしね。うん。面白いですよ。うん。19日、昼間は京都でやりますね。京都駅で集合ですからね。よかったら来てくださいね。あ、これ、オフ会の写真ですね。あ、これ、来年ですけど、あ、俺、これ、メモって、はい、申し込んでおきましたっけ。いや、まずい。申し込んでおかなきゃ。世界宗教者会、宗教者議会というのがね、
あの、ありまして、ダライラマとか来るんですけど、私も行ってきますんでね。はい。これ5年、まあ、5年、6年ぶりなんですけどね。メルボルン、前も5年、メルボルン大会私でも出てまして、まだその時はペーペーだったんですけど、まあ、今もわかるけど、まあ、取材人として行ってましたけどね。あの、すごく良かったです。あのね、宗教者がね、本当に300ぐらい世界から集まるんですけど、それで、総参加者2000人ぐらい世界中から集まってね、やるんですけど、まあ会議とかもね、いっぱいあって、で、本当にね、平和を求める人たちがこう集まってやってるってすごいことですよ。うん。あと、先住民の方も来てるしね、ネイティブな人たちがいっぱい来ててね、で、みんな平和について話してるって、すごくいいことですよ。うん。これはもう行きます、来年もね。これはソルトレイクシティですね。ご興味ある方はね、一緒に行けるかもしれないですけどね。はい。まあ、ソルトレイクシティだから、そんなに高くないの？あんまわかんない。8万 ?9 万わかんない。10万そこら辺でしょ。ね、往復でね。うん。そんな感じで。あと、ホテル代っていう感じでね。うん。まあ、行きますよ。うん。はい。なかなか、いや、宗教界もいい人は本当にいいことしてますからね。悪い人は宗教だし、大体ね、戦争してる人たちって宗教者じゃなくてね、宗教を出しに戦争してる人たちなんです、大体。そういうことです。宗教が悪いんじゃない。宗教を出しに戦争してる人がいるってことです。うん、ね、あ、この和歌山ライブも良かったですね。見てください、よかったら。この和歌山ライブね、映像入っております、ピッチャーテレビでね。はい。はいはいはい。ね、これは、あ、これオフ会だわ。11月だっけ、これ。実質なの、あ、17日ね。1ヶ月前だね、まだね。まあ、最近、すごくね、スイッチャーテレビのオフ会が面白いって話があってね。やっぱまたやってくださいって言うんですよね。それが結構楽しいですよ。やっぱりね。これは草加でいきなりサプライズ的にやったやつですね。はい。まあ、でも関東広いからさ、今回横浜でやらせていただきましたけどね。ありがとうございます。みんないっぱい来てくれてね。どんどん増えますね、最近ね。あ、テラさんね、対談。やりましたね、テラさん対談ね。で、テラさんの過去がいっぱいくで、破かれるというね、面白い話でしたね。はい。はい、これ、熊野のツアーに入ってきますね。ナッチの滝でございますね。ああ、これ、温泉旅館にこういうね、ゲームあるんです、古い。また行きたいね、この、温泉旅館ね、浦島。これちょっとやれなかったんですよ。夜中に、あ、こんなのあるよって気がついて、温泉ちょっと入りに行ったらさ、でも、電気落ちちゃっててさ、ちょっとやれなかったんですよ。すーごい懐かしいね。なかなかないよ、こんなもんね。と思います。はい。あ、これ、スピタミ、映像残ってますよ。前半、中盤とね、今入ってます。あと、後半は正月に放送しようと思ってますけど、また広告期待でございます。はい。結構ね、まだの、いっぱいあるね。あ、これね。はい。これはこの後、終わってすぐ、淡路島旅やったんですよ。すぐまた淡路島の旅があって、それ行ってきました。まあ、なんていうか、こう良かったですよ。だから、私もこうスピンミラクルをやって遊んでましたけど。いや、小泉さん、もう間に合わないよっていう。もう、電車、船の時間に間に合わないって言ってさ。で、そしたら、目の前を、その車が通ったんで、すいません、ちょっと、港湾に乗せてくださいって乗せてもらってって。ありがとうございますって。ね、そういうことありまして、間に合っちゃったっていうね。そういうことありましたけど。まあね、面白いですね。スピ旅、スピ旅。はい、これ浜松のね。イルミネーションね、で、これでちょっとメープルハウス版っていうね、お話を取ってくれたっていうね、流れでございますね。お、Facebook 頑張ってますね。あ、小さなですね、これから日本ね。あ、これはね、あ、これも近所でね、ランチ会やっちゃったのね。思い立ったらやっちゃうっていうね。はい。民主主義の値段ちょっと高いと思います。立候補するのにすごく600万とか300万かかりますっていう話ですよね。ああ、これ今、このいいコメントしてますね。
ラジオのイギリスで成功された日本人の実業家さんが、日本は成功した社会主義に見えるって言ってね、その通りなんだよね。実は日本は社会主義国だったはずなんですけどね。今どんどんまた自由主義国にしようとしてる方がいらっしゃいますけど、だからみんなで思いやりを持って社会を作っていくってことが日本の得意技だったのに、やっぱり一部の人にこうお金を集めるとかだとか、そういうこと始めてるからちょっと意味わかんないんだよね。うまくいってるものを壊すってどういうことなのって。だって日本人が全員中流だって言われてた、そのバブル期の頃が一番成功してたでしょ。それをどんどんそのお金持ちのお金を集めるって政策を始めたらおかしくなってきたじゃないですか、どんどんね。そういうところがありますよね。うん、はい、という感じですね。おかしいなっていう、おかしいよねってちゃんと言わないと。だから本当はみんなにお金があるとみんながお金を使うから消費活動って活発なんですよ。だから一部の人に集中しちゃダメなんですよ、本当は。うん、ね、分かってるのにやらないっていう、なんでそういう分かってるのにやらないの政府はみたいなね。で、聞く者の声を聞けということで、言ってたら持ってきてくれたっていうね。徳さん、ありがとうございますね。はい。はい。そういう流れがありましたね。で、その、ティディオ君の彼女ができて、はい。アタピョンさんですね。はい。という状態でございますけどね。はい。そうなってきてっていう状態ですね。サンタクロース大作戦ね。で、この後、アキラ君。この後のアキラさんが来られてね、やってましたよね。うん。これのやつだ。これだ。サンタクロース、アキラさん出たのね。感動のやつっていうのはね。うん。パパーってやってますけどね。はい。パパーってやってますけどね。もう終わりに近づいておりますが、こう、いろいろやってましたね、本当にね。ありがとうですね。みゆちゃん、ありがとうね。送ってくれてね。はい。そういう流れでね。うん。はい。ヨガウォッチ出てきて、ヨガウォッチを買って、っていう話ですよね。はい。事務新聞出して、いただきましたね。カード、ありがとうございます。クリスマスカード。ね。里根の道、無条件。これが取れて、細っていったというね。浜松でね。はい。それは、ヨガウォッチのカード、人間ね。はい。うん、あ、これ、忘年会ね。ここ、忘年会シリーズです。ここら辺がね。パパと。いう感じですね。はい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 。ちょっとバーっていきますね。ってのは、これまだ、でも、2時間、またなんか1時間半経っちゃったからね、ちょっとね。で、ミナローズが来ました。ミナローズさん来ましたね。また、ちょっと、ミナローズさんね、もうちょっと病気されてて、で、戻ってきたっていうところで、そこでやっぱ気づきがいっぱいあったって話をさせてて、すごく良かったですね。あと、チャンリングはやっぱりこう、ミナローズさんらしい愛に溢れたね、これからの世界を表現したチャンリングでしたね。うん。ということで次が、こっち伺い、ね、昨日のやつね。はい。ね、いっぱいありますね。うん。これテレモスね。今テレモス、これ取り行きましたけど、再診療所の、ミュウさんのおかげでね、ミュウさんのおかげで、再診療所の、診療してるところを取ってきましたね。これ、参考にまた放送いたしますね。はい。これ、新年ではないかな。うん。はい。ということで、私の Facebook 終わりました。はい。ということなんですけど、よいしょ。ちょっとゆっくりいきますね。いや、パパパッといきましたね。私の Facebook を証言、出せば、とりあえず1年のあれがわかるのね。うん。はい。あと、テレビの方もあるんだよね。ちょっとこれ、テレビの方準備しますね。こんなありましたーっていう、ね。テレビ、あるにはある、ね。いろいろこうやってますね。うん、まあ大体かぶってるかな。うん、テラさんの宣伝が多かったりとかね。かわいいね、これね、テラさんのね。はい。はい。ね。うん。はい。ああ、ね。ああ、来てね。マインドブルバスさんの栗山陽子さんも来ていただきましたね。はい。あ、これブースモエさんの時のね、来日前の話ですよね。これも良かったですよね。はい。うん、大野ゆり子さん来ていただいて、6月2日に来ていただいてますね。はい。あと、ゴロちゃんとかあってね。浜田さんも来てましたね。うん。はいはいはい。ヤンタルジョさん、ヤンタルジョさんのコンサートも入ってますよね。そういうところ、結構すごかったね、今年は。
本当に今年はすごいね、内容がめちゃくちゃ、あ、これはさ、サイマーさんのお弟子さんのやつ系もあった、サイマーさんもあるんだけどね、ねえ、アルナバヤさんね、ヤダジョさんね、向井朗氏、あ、これトム・レザーさんね、これセルナイトの件、これすごいヒーリングでしたね、これ思いましたよ、これ、あ、すごいわと思ってね、感じましたけどね、イルカちゃんいるな、小田原ご夫妻でね、アダブル登場でね、はい、あ、これハマーズ今年なんだね、これダブル登場4月1日放送したのね、あ、これね、関野直樹さんとかね来ていただきました、ありがとうございますね、やったるじょうさんのすごいこと、あ、これそうそう、これはね、香港シリーズですね、マスターゲートさんとこ去年2回ごめんなさい、2回海外ツアーあったね、あの2月3月のやつとねえ、その10月ぐらいのベトナムとね、すごいですよね、香港ね、あ、この時も坂井ご夫妻来てたんだよだね、波動がね、あのゲートさんのところとニューリアリティの面々と波動がそほとんど近いからね、あの違和感がないんだよ、言ってもね、ダキちゃん一緒にねやりましょうみたいになっちゃうかもしれないですね、あ、これ QE のねロバート・キンズロー博士ね、どうもありがとうございます、来日していただきましてね、はい、3月ですね、お腹出てる、アルナバイアさんね、ネクストはカレルさん、あ、これね、その橋本先生ね、あの医者の方はどんどん今スピーチャー出てますね、どうもありがとうございます、はいね、これは、はい、1月に写真、あ、マスターギさんね、これは前の写真だな、1年ぐらい前ね、あ、グレゴリーサイバーさんでもらいましたね、 UFO のね、はい、シリウスとかね、映画の方ですよね、はい、井上氏ね、はい、シリウス、あ、中津川さんが来てますね、はい、月広さんですね、ドレスキャノンさんですね、はい、あ、ゆこさんですねはい、ハニーさんですね、あ、ハニーさん久しぶりでございます、はい、ブチさんですね、はい、ハッピーニューイヤーということでね、これが1年の流れでございますね、はい、ということなんですけど、よっね、これでスピーチャーテレビのとりあえず流れ出ましたね、まあだからいろいろありましたよ本当にね、だからなんでしょうなんでしょうってね、なんでしょうってなんでしょうってね、はい、まあこうね、頑張りましたよ、いろいろね、今年は本当頑張ったね、そう思いますよ、ね、もうだからそれも評価を受けたところがあって、まあでっかくだし、ちょっと狭かった、あー楽になったね、そういうところありますよね、あ、まあいろいろやりましたよ本当に、はい、ね、はい、よいしょ、あとはどうだろうに、はい、まあそういう感じでございますかね、はい、なんか僕ばっかり喋っちゃいました、おかりさんいっぱい名前書いてくださってありがとうございます、あ、これもう23時になっちゃうんだね、ごめんなさいね、もう夜だよね相当ね、ということでもうそういうやめましょう、今日はね一年振り返りました、はい、どうもありがとうございましたね、来年もまたよろしくお願いいたします、ね、来年もまたますますですねいい映像を送っていきたいと思いますね、よろしくお願いします、さよなら。
よいしょ。あ、食べようでしょ。